隆史です。ともげきみましょうで、ケイスゲームチャンネルへようこそ。いや、今流行ってるから。ずっと言ってくの？今、いや、今週1週間ぐらい俺がしてもらう。いいよ、そなくて。そのぐらい決めるしかないんだもん。動画のサムネイル全部決めて。俺、いねえんだよ。いいんだよ、じゃあ、風邪ひいてたんですよ。すいません。今日はね、進化、またさせたいと思いまーす。誰を進化させるかというと。誰？あ、これケイスの端末ですよ。はい、誰させんの？この方！あー、よし。井上さん。はい、じゃあそれでは行きましょう。お願いします。はい、僕のものになりました。いやいや、待って、いや休んでたら全部もらわれちゃうんです。そうです。一番それは俺のだよ。まあ、さっきも言ったけど一番面白かったコメントは、うん、Kさんいつ独立するんですか。マジで。いや独立しないでよ。一番独立しないで。独立するんですかって。しねえよ、しねえよ。まあまあまあ、じゃあ本当に長引いたの風が、もうさっきもちょっとサウスでも言ったけど、だから病院空いてねえから、マジパブロのみで治したからね。インフルエンザか分かんないような38度超えてるような熱をパブロのみで戦ったら死ぬかと思って。マジウケんだけど。あ、ツイッターで一応更新してましたね。ツイッターあのフォローしてください。明るく治りましたからね。あ、一応ね、あのまだ鼻声でちょっとお腹ピーピーピーなんですけれども、はいはい、まあ、やっていける時にやっていきましょうということで。はい、ということで、いきますよ。じゃあせっかくなんで、はい、進化見たいでしょ。見たいです。もっとくれよ。待っててくれたの俺の。そうだよ、待ってたんだよ。ありがとう。結構ガラガラだから、昨日イベント出演で何百人の前でいろいろドーンってやった後だから喉がらいかれたけど、おい、やったー、うるさー、ほら、うるさー。新年一発目だから俺。元気あり余ってるね。進化いきますよ。はい、はい、お願いします。進化、はい、はい、イヤホンし忘れている。イヤホンし忘れている。聞きたかったのにあんま聞こえないって。ああ、じゃあ続け。じゃあせっかくだからね、いいなぁ。結構行きます。ストーリー、はい、さっき聞いた。これね、動ける者は動ける者は和の国を開国せよ。うわー、やばい、和の国開国せよ。やばい、動ける者は全員続け。和の国を開国、今すぐ一人あの世へ送ろう。うわ、和の国を開国、動ける者は敵将を討ち争いを止めるのみ。おお、ちょっと俺はもう本当にね、和の国編が楽しみでしょうね。インド氏だけにね。本当じゃん。あれ、犬年、今年犬年、犬年。なんか縁起がいいな。これから多分もう今回縁起いいんで、うん、僕独立します。バーしないでー。独立はしないでー。お願い、お願い、ラーメン送るから。ラーメン安っ。はい、まあまあまあ、冗談ですけどね。あ、マジクソ面白いんだけど、その流れ。ケイさん独立しないんですかの流れが。超面白い、面白い。多分生放送のコメントかなんかで来たんだよね。おい、やめろ、おい。促すな、お前。はい、じゃあちょっとせっかくだから見ましょう、いつもね。はい、そうですね。はい、森に来ましたよ。あ、いや、かっこいいな。てか、あの、うわー、かっ、ちゃんとね、君が復活したということで、うん、右下に君を連れてきました。いや、いい、拍手。いい、そのなんか気遣いなのか何なのかいじりなのかよくわかんないです。別に俺なんで俺復帰早々いじらないか。いや、白色なんですよこいつ。違う、じゃあリアルで、ね、リアルに本当にメインツとしてちゃんと入れれるっていうね。じゃあせっかくなんで技を見てみましょうか。はいはいはい、どっちですか、フレンズさんと僕。一緒だよ、一緒一緒だよ。最終日ですね、この下りも。行きましょう。お前も結構楽しそうだね。おー、かっこいい。いや、井原氏やば。いいですね。やば。じゃあもう、せっかくラブーンで、はい、満タンなんで、ね、使っていきましょう。はい、どっちがいいですか、僕と。一緒だし、だったらせめてやっぱお前の使いっていうか。だったらフレンドで、フレンドさんでいいやってなっちゃうよ。行きまーす。はい、どうなれば敵将を撃ち争いを止めるのみ。これってさ、全員あのサボみたいなやつなの。そう一旦でサボより超強力版みたいな。強力一旦でドンって感じ。なるほどね。じゃあその相手によって、だからサボは二旦かけて使えるけど、うん、こいつは一旦ワンパンタイプ。ワンパンタイプね。おお、ワンだけに。いや別にそう、うまいこと言ったりしないで。うまいこと言ったつもりじゃないから。新年早々いいこと言ったんじゃないの。新年早々めんどくせえ。ワンだけに。新年早々めんどくせえ。じゃあちょっとどっか移動してみたいと思います。
す。はい、じゃあクマさんが来てるんで、クマ VS 犬でいきたいと思います。おー、なるほど。いいでしょ。うん、今思いついたんですけど。いや、まあ、しかもクマ VS 犬ってまあそのまんまでしょ。何にも、何にも、何のひねりもねえ。じゃあレベルだけマックスにしてきました。で、ペドロさんもいて、君もちゃんと連れてきて、俺じゃねえんだよ。あれ、あの動画上げてから大変なんだ、もう。あれしかねえ、レイリーは攻撃良いんです。はい、青なんでね。はい、青ね。はい。ここは色で言うスタイルなんで、それは貫き通していきたい。で、フレンドさん。で、行きたいと思います。はい、多分、いけるよね。いけると。ちょっと俺不安なんで、でもアルティだから、やっぱり。いや、いけんじゃない。大体僕、アルティは不安。強いから。クマのはアルティはいけるよ。あの、新しめのは。クマだぞ、お前でも言うても。クマだぞ。いや、それは原作を意識しちゃうともう無理よ。原作意識のやったら怖いし、立ち向かえないから。一瞬でポーンと飛んでっちゃうんだぞ、お前。立ち向かえないから。強いんだよ、クマはな。うん、舐めちゃダメなんだよ、お前も。いつも結構楽だって言うけど。そうだね。強いんだから。そうですね。よし、で、必殺技も溜まってるんで、バンバン上がってきます。で、僕はもうプラン完璧にこれ、ねじ込んできました。あんの？プランがあります。何？4面までは普通に行きます。プランでも何でもねえ。普通に行きますはもう、そう、プランじゃない、それ。4面までは普通に行くんで、見ててください。できればあのイワンコフの声真似とかしてもらえて。も俺別にモノマネできるってじゃないから。え？あの見た目が似てるってだけで。ああ、見せちゃった。ちょっと練習してこないと読めない。そうで、あと4面まで練習をするっていうミッションが私にはあります。はい。練習をするもミッションの一個のね。そうなんです。練習がねやっぱだいぶ難しいんで。はい、よいしょ。よいしょ。オッケー。練習はいテンションじゃん、もう。よくだけに言わんこ関係ない。テンションじゃん。めんどくさい、めんどくさい。今日いいですね。今日なんかいろいろそのもうかけるやつが多いですね。鼻水垂れそうで今必死なんで、こっちはそっちと戦ってるから。もう今やべえから。今日いいですね。鼻かんでいい。頭の回転が今日いいですね。いやいや、それはもうね、一発目だから死んで。あ、そうですか。まあだいぶ仕事してたけど、いいじゃない。動画一発目ですから。ここも普通に叩いていきたいと思います。勝てるかな。はい。何目線飛んじゃえ、何目線飛んじゃえ。あ、待って、やばい、順番違いすぎる。あ、やばい、これやばいんじゃない。あぶねー、あぶねー、あぶねー。よしよし。あ、いやいや、順番ぐちゃぐちゃだ。あ、いやいや、する。その順番はプランには組み込んでる。いや、組み込む、それ組み込む以前だから。ちょ、組み込むの忘れてました。気をつけて。スロットのね、揃い具合とかあります。それ大事だからね。はいはい、もう完璧です。はい、あ、これはいきなり間違えました。オッケー。ちょっと見習うし、マジで練習してくれないと。肉取っていいんだって。それはね、大丈夫なんですよ。この大事の場合はね、あいつがいるんですよ。あいつがいるんですよ。あれだっけ。そう。誰だよ。そう。誰なの。結構泳がせたけど、今俺。なんで、早く言えよ、お前。泳がせなくていいんだよ。ここです、大事なの。まず下2人飛ぶよね、クマって。飛ぶんです。あ、どっちかがね。そうなんです。つまり、こいつを先に使っとこうと思って。こいつはですね、白色タイプキャラの全属性スロットを実践します。はいはい。で、ここで使って突入したいと。あ、今使っちゃうの。だって飛ぶ確率があるから。あの、いや、じゃあ今じゃないでしょ。でもんんじゃないですか。ああ、全体ダメージあんのか。そう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 。なるほど。全体でベン、そして実路ベン、クマに突入、クマが旅行するならパン、下のやつどっちか飛ぶ確率なんで 50% でもあるかもしれないから、ここで使っとく。完璧。どうよ。君、それちょっと思ったんだけど、一人の継続ゲームチャンネルの時もそんなぐらいテンション高かった。さすがにここまでしました。だって突っ込んでくれるやつねえからさ。さすがに家でこれはできないっすわ。クソ。さすがに俺それを今想像しちゃって、この人すげえ頑張ってくれてたんだな、俺が風邪ひくなりだと。さすがに一人ではきつい。それはだいぶ、それはきついんだよ。一人では普通のテンションだった。すげえテンション高いなって俺思って。あ、じゃあ今何、2人でやれててテンション高くなってくれてるんだね。今はツッコミがやっぱりいますから。それはありがたいですね。上げていけっていう感じですね。そういうことでございます。力は食らわないんで、犬さんは。犬さんは食らわない。クマには勝てないです、犬は。ね、そうなんだね。ほらほら、どうよ、読み通りでしょ。読み、たまたまだ。もうスーパー読み通り。読みとかじゃない。なおかつ君も残せました。完璧じゃないですか、これ。いいいい。どう、その気遣い。君も残せ。分かってくれてるんですよ。風邪、元同僚だから。風邪ひいてて大変だったんだろうな。俺への気遣いじゃねえ。じゃあちょっと今回やっぱ残して、こいつには倒されたいって思ったんだろうね。思ってねえ。思ってねえ。で、ここまで来たらもう完璧ですよ、流れは。で、どうするかって感じです。ここがノープランス。ノープラン。いやいや、こっからでしょ。はい、こっからです。バンパンでいきたいと思います。バンパンでもね、犬さんのあの追加ダメージがちょっと僕分かってなくて、あんまりどんぐらい食らうかは。結構食らうと思う。俺もちゃんと使っとってない。ここでペドロさんを使って体力1まで減らして、はい、あれです、スロット 1.75 倍ね、大きくなるからね、かなりね。
合ってますよね、はい、でこれであれ白紙系入るいなかったんですあの入れられなかったんです入れはいいなかったんです僕持ってなかったんですいやいや、はい、なんでいなかったっていうのにそんな尺取んの白紙系班はね探したんだけど、うん、ちょっとねモモンガさんしかいなくて 1.75 一応なるんだけどすげえあいつ呼べんす300攻撃できるんですよで一応外しに300攻撃できるレベル上げても多分まあ600、700だろうなと思ったんで一応ちょっと除外してきました今回超面白いでこれでまず使いますねはい一応ねやっぱ今いいところですかアニメ今日アニメで出てましたからやばいなぁいややばいなぁ卵男子とアニメで出てましたあーかっこいい1位になりました、はい、あーやばい負けちゃうかもしれない、はい、どうしよう、はい、どうしようその時です負けるその時負けちゃうかもしれないじゃん自分でやったんだから負けちゃうかもとかそしたらこいつを使いますはいこれを使ってただダメージはもう食らえません、ね、こいつの分のダメージ、ね、ただ何が使えるか、はい、追加ダメージがあるんですイエイ知ってる知ってるすげえあのなんか新商品出ましたぐらいのアピールしてるけど知ってるからえ知ってる知ってるごめんなさい知ってるあそうですかこの時は結構初の役行きましょう、まあ、もうこれで犬 VS 熊犬だけではやっぱり熊には勝てん、はい、だけど犬には仲間がいた、はい、君という仲間がいましたいいよ俺じゃ言わんこんだから俺じゃねえからあれということでちなみにレイリーよりは弱いです言わんこんは残念いいですいきますでもうあれです赤のペドロさん、ね、君でレイリーでもう俺じゃねえから俺じゃねえから行きましょう、はい、どんぐらい食らうんだろうねでもちょっとわかんない初めてのことなんです行きまーすここしかないからここはいいですパーフェクトさせるんだあっいけないんじゃないもしかしたらちょっと際どくなってきました強いねあと3ターンしかないから今の使っていいんだよもう一回使うよ、うん、行きますもうでもスロット10かかってないからねそうだねあれ他のメンツはどうなの例えばスロット変えるとかなんか、うん、持ってないんだよレイディーさんは全部青になります絶対ダメだ絶対使っちゃダメ使っちゃダメですで、イワンコさんは何だっけフリーお邪魔スロットを持続性スロットに変えます意味ねえなここではもう完全に攻撃用についてでもその2人とりあえずレイリーとあの、うん、イワンコフのスロット調整だ、ねうん、そうだよね最後別にレイリー使えばだって2人は揃えますじゃあいいじゃんあじゃあいけんじゃないじゃあここで攻めます、うん、普通に攻撃しますよ、はい、ちょっとねあのこのタイミングもしれないんだけど何ですかピーピーですねいやいやちょっと倒すから早くちょっと待ってちょっとこっちもタイムレベルなんですけど結構実は結構高い段階でもうマジで今悔しそうなちょっと頑張ってくれよ頑張るからもうちょっと頑張って君も頑張って早く倒してくれお願い大事件が起きるぞあ、ちょっと大事件が起きるよ大事件が横で起きるからちょっとだいぶミスっちゃったよ君がうるさすぎてだいぶミスったあ、でもスロットあ、いいじゃんいいじゃんいいじゃんちょっと待って次レイリー使えばもう勝てるよ次レイリーで勝てるよね、1、2、3あ、勝てるかなちょっとわかんないけどいきます、はいミスが多い。あべ、ちょっとミスしたんだよ。ちょっとミスミス。やばいって本当に。やばい、ちょっと天下緊張して。天下緊張して。本当に。あ、いいじゃん。よし、レイリー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 。やばい。あ、出ますね。ちょっと待ってください。今撮影中なんで。ちょっと待ってください。出ますね。そう、こんなのあったんです。年末年始。行くよ。ここ大事だから。はい。じゃないから。そっちじゃない。そっちじゃない。はい。はい。ということでね、はい、イルバーサスクマやってました。はい。よかったー。いいな今だし。やっぱまあいいですね。新しいこの赤髪を現実ですね。心地いいですね。俺も2枚出たんだけどね。おかしいよね。まあまあまああれは動画見てください。動画はクソ面白い。はい。ということで、はい、終わりでーす。はーい。でちょっと最近僕はあのねこれあんま撮れてないんで、はい、あのまた今度ね撮ります、はい、僕も。あのイベント系の何クエスト系のやつ撮りますね。また見てください。はい、お疲れ様でした。はい、今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。明日も楽しもう。またねー。またねー。早い。もうやばいから。やばいから。もうやばい。タイムリミットやばいから。いや早いよ。やばいやばい。